こんにちは、サイザーチャンネル、はるかと、アンナと、あきです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。最初のニュースです。国際青少年日である8月12日、ミャンマーの若者や国際機関の関係者などがオンラインで議論しました。オンライン会議は、ウィミヤイ社会福祉救済復興大臣が議長となり、You Engagement for Global Action をテーマに若者の政策と戦略計画の実施におけるそれぞれの役割、関連省庁の予算配分、コロナ規制措置におけるボランティアなど幅広く議論したそうです。ディスカッションしたんですって。もっと良くなるように。何を？若い人たちにね、もっともっと政治の関わりを増やそう、社会への関わりを増やそうということで、まあ、そのミャンマーのね、若い人たちに一緒にね、ディスカッションしたと。じゃあ政府がコロナにおいてどういうお金を、どれぐらい何に使うかとか、そういうのをディスカッションしたっていうニュースだね。18歳から25歳ぐらいかな、そういう若いミャンマー人の子たち、どう思いますか、いや私はこう思いますとか、こうした方がいいと思いますって自分の意見をみんなが言い合っていく。うん、だけどどう思う、今の政府はちゃんとできてると思うかな。ちゃんとやってると思う。どういうところ、まあ、お金も、まあ、一回出したね。出したし、ね、食べ物みたいな、うん、でもミャンマーでそのぐらい金持ちの国じゃないから、だけ、うん、だけ、あげるからいいんじゃないの。子供も、いる人たちに、年生の、人たちにお金をくれてる、それ今だから、今だけ？今日お母さんに電話したとき、言ってた、お母さんの部屋の人たち、年生のお母さんたちにお金、3万ちょっと。家の分は前言ってた時はあれガバメントとか大きな会社に働いてるの、いるの、人いるの、あれ、家にはあげないって、それからみんなは文句言う、私たちも仕事ないよ、あれ言ってたから、しょうがなくてみんなにあげた、私の家、お母さんの家、本当はその時偉い人たち言うのは、このガバメントのあれ、人、何にもない。それもらってるの家とかにもあげない、みんなは僕に。そうだよね。次のニュースです。コロナにより経営が苦しくなっている海外労働者、派遣会社と職業訓練校に今政府が融資を行うことを明らかにしました。3月から禁止されてる海外労働者の派遣、海外、日本とかタイとかあれが3月から禁止されてて、経営が苦しい、会社の存続が難しくなってるからっていうので、こういうのがあって、結構ね、多くの会社が希望しているそうですね。まさにそうなんです。会社のリストを作っている最中とのことでした。ほら、技能実習生とかね、日本に行く人たちはその技能実習生の送り出し機関からビザを取ってもらって、その会社の送り出し機関がこの3月から全然遅れてないじゃない、このまま続けるのは難しいって言ってる、あの友達の経営者っていっぱいいて、復活するね、ただまあ飛行機まだ飛んでないからね。はい、でもすごいですよ、ミャンマー政府は飛行機に乗る優先順位がね、緊急治療が必要な場合、病気になっちゃってどっかの国に行かないといけない場合に次いで2番目。出稼ぎ労働者の優先順位が2番目って書いてある。すごい、ね、今飛んでるじゃないですか、ミャンマーから韓国飛んでるね、飛行機ね。で、
飛んでるの。一瞬で飛んでる、うん、であれでね、帰る日本人っていうのがちょこちょこいるんですよ、実は。韓国に行ったんですよ。何人どうやで帰る？韓国に1回行って、で韓国から日本に同じような飛行機があるからね。韓国から日本にはどうですか？飛んでる。救援便っていうね、その、なんていうのかな、普通の飛行機じゃないよ、はい、帰らなきゃいけない、そういう人たちを助ける飛行機。そうね、あれでね、この間帰った方の話を聞いたら、ミャンマーから韓国便はほぼほぼ満席だったと。で、何人が乗ってたのって聞いたら、ミャンマー人。へぇ、何人？多分だけど、まあ、もともと働いてて、一時的にコロナだから、ミャンマーに戻ってきたけど、また韓国に働きに行ったのかなっていう風に考えた。ちなみにその方は韓国ソウルから日本に帰ったんだけど、そこはガラガラだったと。ミャンマー人は韓国にステイってことね。ステイ。だから韓国に今働いてるミャンマー人多いね。はい、でそれビザが簡単だから。男性ね。強制で。強制じゃないと。男性はできない。韓国には仕事する。あ、そうなの？今日本に行くのは男性も女性も大変ですね。でも韓国は男性だけです。韓国に行けるのはミャンマー人の男性だけ。なんで？仕事はすごく大変。そういうお仕事は。女性はあまりできないの仕事。そういうことか。工場とか。そういうルールがあるのかね。はい。女性は行きたいの、勉強しに行くか、それからいろいろ。今日のニュースは以上です。はい、アンナ。うん、アンナ、アンナちゃん、カバンの中見してごらん。カバンの中身、今日はね、アンナのカバンの中身チェック。イエーイ、ちょっと汚いの。いやー、カフシラムに。はるかのカバンの中身を見せてください。嫌です。ダメじゃない。ダメですよ。嫌です。やります。くらちゃん、はい、財布。あ、かわいいね。あ、これ今日私もある。これ今日初めて入った氷。コーヒー甘いでしょう、これ。これ何のコーヒー？プリミア。え、苦い？シュガー入ってない？あれ、日本人飲むぐらいは苦くないです。それで変なもの入った。変なもの。あ、ないか。ない。今日は入った。これあれじゃん、ポチ袋。どうだった？あれ、誰がくれたんだっけね。それ、うん、プレゼントもらった。お守り？お守りじゃない。なんか手紙？あのね、違う、あれだよ、お年玉。お年玉、うん。ここに中入れて、うん。お金入れるの。お金入れるの。そう、はい、どういうの。お金ちょうだい。はるか、正解。あとで。これはいつもバス乗るから。あ、そうか。お薬、うん、だからここに入れると簡単ですね。うん、取り出すのがね。早く取れるから。うん、だからティッシュ。うん、鍵。だから両の鍵、うんうん、ドアの鍵と部屋の鍵と、これ家の鍵。家。あ、お母さんの家の鍵。これ、ハンジェ。ハンドジェル、いいね、ちゃんと持ってるんだね。これは、なんか、お風呂？あ、お風呂、お風呂じゃない、お風呂？お風呂？なんか、いろいろ入れるときに、マスクと、電話と、これは大事、私のときに。あ、そうなんだね、コームね。コーム、これね、なんか、串ないとね、ちょっと、なんか、うん、外に出るとき、いつも、紙とか、うん、くちゃくちゃ。あ、そうなの？なったり、寝癖ついちゃうの。私、だから何回も。ああ、ちゃんとね、串通してんだね。はい、え、なんか、ママ気になるのありますか、アキさん。一番見応えがありました。なんかでも一番なんか女の子してるって感じだね。はい。かわいい。めっちゃ笑顔でパン出してきた。かわいい。これはマスク。あ、ごめん。じゃあ、お財布入ってる。あ、いっぱい入ってるね。それは？場所、うん。香水。なんか一番女の子らしい。一番女の子みたい。これ何？これヘアコ。ああ、髪の油、あ、なんていうのか、オイル、オイルね。ヘアオイルね。髪の油。やめなさい。すごいね。お財布持ってるんだね、アンナは。そうだね、ちゃんとお財布がある。実はね、ハナとリン、
をね、一昨日やったんだけど、あの二人はね、お財布持ってなくて、あのぐちゃぐちゃになったあのお金だけ入ってた。まさにロールみたいな。そう。あまり好きじゃない。あ、本当。ちゃんと綺麗にしたい。そう、それ前言ったから、そのぐちゃぐちゃに言ったから、お金あまり、うん、入ってこない。入ってこない。お金を大事にしないと、綺麗にしないと、お金は入らない。お母さんからも。あ、そういう風に言われるんだ、ミャンマーも。ちゃんとお金もね、頭、そういう風に。ああ、うん、私もね、全部揃ってる。体重人と足もね、頭とかもちろん。あとで大きいから小さいまでお札をね。あ、順番に並べたりとか。1万5000、500、はいはい、250。ちゃんとやるんだ。あとで、お財布の中でこういう風にあるでしょ。だとこっちは大きなお札とこっちのお薬みたいな。あ、ちゃんと分けたりとかして。あ、2人ともすごいね、ちゃんとやってるんだね。一番女の子らしいね。一番女の子らしいね。かわいいね、これサイズもかわいい。そう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 。これ香水？いいね、いいね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかとあなとあきでした。またな。来るから忘れた。いつも持ってるよ。